今日の山陰地方は湿った空気の影響で雲が広がり、蒸し暑い一日となりました。鳥取で 27.8 度、倉吉で 25.5 度と、7つの観測地点で今年一番の暑さとなりました。こうした中、鳥取市では。鳥取砂丘すぐ近くにオープンするのは、プリン専門店が作るかき氷専門店です。今週末のオープンを前に、今日はそのかき氷専門店の報道向け先行試食会が開かれました。この店を始めるのはおよそ1年前にオープンした隣の手作りプリン専門店。プリンに使う卵は卵黄だけ、牛乳は鳥取県産にこだわった人気店です。やっぱり夏はすごく鳥取砂丘自体が暑くなってくるので、なんかそういったところで食べられるなんか涼しいものであったり、休憩場所があるといいなっていう思いがすごくあって。看板メニューは砂プリン氷、名水大山の水などこだわって選び抜いた水から作った氷に、中にはこのかき氷に合うように作ったという少し固めのプリンを丸ごと一つ、最後に粉末のカラメルをかけたユニークなかき氷です。すごく美味しいです。ふわふわの氷とザクザクとした食感のカラメル、何より濃厚なプリンソースがとっても美味しいですね。他にも鳥取県産のいちごおよそ20粒を使った贅沢なかき氷などのメニューがあり、大型連休のプレオープンの時には多い日で100人が訪れたといいます。地元のお客様にもなんかこう夏を感じていただける、なんか一番最初のお店みたいな捉え方をしてもらえるような、なんかお店作りができるといいかなと思ってまして。かき氷専門店三角氷はあさって15日オープンです。